はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さあ本日ですね、手相解説をしたいと思うんですけれども、さあ今日はですね、大谷のスライダー線、なんじゃそらって思うでしょうけれども、これ生命線のことなんですけれども、まあ生命線、この紫色で書いてあるやつですね。まあだいたいこんな感じで、出てるんですけども、これがカーブして中指のあたりまでぐーっとカーブして、あるいは中指越えてカーブしてこの親指の方にまた戻ってきてる。まあ絵を描くとするとこんな感じですね。はい、これを僕は大谷のスライダー線って呼んでます。僕が名付けたんですけれどね、この湾曲がすごい、この生命線のことだから、もうベストの生命線がそれなんですよ。グーカーブしてここまで戻ってくる、あの左バッターのここまで来る大谷選手の変化球の軌道に似ているということでですね、大谷のスライダー線って名付けたんですけれども、まあもうだからそれが出てたら体が強い、怪我、病気、まあコロナなりにくい、なる、まあ、ならないって 100% はならないんでしょうけれども、まあ僕もね、ほぼね大谷のスライダー線なんでコロナ全くならないですね。でやっぱり怪我しても回復早いとかね、あとプラスこのまあグーッとカーブしてここまで来てて、こうやっぱり2本目3本目ちょっと薄めの生命線出てる人いるんですよ。二重生命線、三重生命線の人はやっぱり強いですね。で僕よう言われるのが、いや僕、私生命線が短いんですけれどもとか言って言われるんですけど、あんまり気にすることないというか、右がちょっと短くても左にやっぱり2本3本あったりね、結構そんな方おられるんで、まああんまり、やっぱり短くてどうのこうのよりも、あのなんか体弱ってる人って手相全体がこう消えかかってるというかね、薄くなってるというかね、あの心臓病患ってもう薬も手のひらにいっぱいぐらい毎日飲んでたやつもやっぱり手相消えかかっとったし、腹に銃弾5発ぶち込まれて、死にかかって、まあ、車椅子になってしまった黒人とかもやっぱり手相全部消えかかってたな。なんかやっぱりこうちょっとやばい状況になったらもう生命線どうのこうのよりももう手相全部が消えかかるというかね、もうそんなんが一番やばいんですけど、まあ普通にまあちょっと少々短くあってもね、あんまり気にすることないというか、それはもうグーッ張り出してこんな強い生命線出てる人の方がそれは強いっちゃ強いんですけれども、まあ線は濃くて長い方がいいってことです。はい、そんな感じでね、あのいくらこの大谷のスライダー線出てる方でも不摂生してたらもう薬ばっかりやってね、ご飯食べんと、酒飲んでタバコ吸って何にもあの運動せんと、体のケアもせんという栄養バランス考えて食べんというんやったらもうやっぱり悪くなってきますし、でね、誰でもそうなんですけれども、30過ぎぐらいで1回落ちてきます。水商売やってる人もね、酒飲みまくっとって若いうちは平気やってもやっぱりそのぐらいで体壊したりね、スポーツ選手でもそうじゃないですか。若さでガンガンいけんのはもう30前半ぐらいまでなんで、はい、いくらこの大谷のスライダー線出てるとはいえね、気をつけてください。やっぱおばあちゃんでもこれ出てる人って強いけどな。もともとの強い弱いはあるんでしょうけれどもね、はい、不摂生するのが一番よくありません。はい、大谷のスライダー線出てる方、あなたはどうでしょうか。はい、そんな感じで自分の手相生命線チェック してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。